待って、これは事件、これは事件です。今たった今事件が入りました。緊急ニュース速報です。ありがとうございました。あのね、みんなサブキャラクターの年齢が公開されたことを知っていますでしょうか。やばすぎるね。普通にね、何がやばいってね、青龍院桜子、おい桜子、お前17かよてめえ、やばすぎでしょ。ちょ待って、17でしょ。これどっちなんだろうね。高3なのか高2なのかなんだけど、普通に誕生日迎えてたら、まあ普通に今高2になるわけじゃん。で、満年齢、どっちなんだろう、青龍院桜子てめえ、どっちなんだ。俺と同い年なのか、天馬司と同い年なのか、はっきりさせろよ。もうそれでもな、青龍院桜子、あいつ制服着てんだぜ。さあ、あいつやばすぎ。あ、わかんない、もしかしたら制服じゃない私服の学校かもしれないけど、青龍院桜子様の制服を拝めるとなったとすれば、それはもうね、もう誰か書いてくれ、誰か青龍院桜子の制服のファンアートを誰か書いてくれ。いや、僕の推しはもちろん天馬司でございます。ただしかしね、僕ね、サブキャラクターの中で、でも青龍院桜子様が一番大好きで、かもうサブキャラクターと言ってはいけないんですよ。青龍院桜子も、あーくそ、もうあれだってさ、やばす、だって、あ、もうかわいい、あー、え、他に17歳がいる？三田幸太郎？どれもええわ、どれもいいとか言っちゃいけないかもしれない。まあ、三田幸太郎ファン、三田幸太郎リア子勢に怒られるかもしれない。やめておこう。三田幸太郎はどうでもいい。まあ、青龍院桜子、お前、くっそー、もういや、でも、青龍院桜子様が、年下とか同級生とかだったら、それはそれで燃える。さすがに燃える。やばい。そしてね、翔助お兄ちゃん、27歳、意外と高かった。そして、誰だっけ、康介お兄ちゃんだ。康介お兄ちゃん、30歳、おめでとうございます。おめでとうございます。なのかわかんないけど。そしてね、大鳥ひなたちゃんがね、20歳ということで、これはもう超ドストライクっていうことでね、別に、年上好きってわけでもないんですけど、これは20歳で本当にドストライクで、はい、僕はドストライクでした。ありがとうございました。ということで、賢者タイムに入りたいと思います。いやー、改めて、青龍院桜子、17歳。何回言うねん。あ、見くぐれだー。